姫川玲子シリーズは、本田哲也による日本の警察小説のシリーズ。主人公は、警視庁、捜査一家、殺人犯捜査係の主任である、警部補、姫川玲子。女性ながら、警察の花形である職場に就いた彼女は、男以上に、タフな精神力を持ち、個性あふれる刑事たちとぶつかり合いながら、立ちはだかる凶悪な難事件を解決していく。 これまでにシリーズ9作品並びにスピンオフ作品、感染遊戯が発表されている。基本的にサブタイトルは英語をカタカナに直したものが多い。なお、長編については時系列が刊行された作品通りになっているが、短編集シンメトリー及びスピンオフの感染遊戯については時系列が異なっている。シリーズ累計では400万部を突破した。本シリーズは 富士テレビにより、2010年から2013年にかけて、及び2019年に異なる主演で映像化されている。最初に、竹内優子主演で2010年から2013年に、かけて、テレビドラマ、映画化され、そのすべてが、第一作と同じ、ストロベリーナイトのタイトルとなっている。次に、二階堂ふみ、亀梨和也ダブル主演で2019年4月から、 ストロベリーナイトサーガのタイトルでテレビドラマ化された。文芸評論家、書評家の杉江松恋は、姫川玲子の人物像を日本の警察小説誌の中で、柴田義喜による村上緑子、野波浅による音堂、高子の二つの流れを継承した重要なキャラクターであると指摘し、女性性を警察小説の中に生かした手法を評価している。本シリーズは、 富士テレビ系列でテレビドラマシリーズ及び映画として映像化されている。なお、タイトルは第一作、ストロベリーナイトを原作とする単発ドラマ以外もすべてストロベリーナイトである。主人公の姫川玲子は竹内優子が演じた。また、2019年4月からタイトルをストロベリーナイトサーガとしてキャストやスタッフを一新し、 フジテレビの木曜劇場枠にて放送。リメイク作品であり、上記のシリーズの続編ではない。姫川役を二階堂ふみ、姫川の年上の部下である、菊田和夫役をカトゥーンの亀梨和也が演じた。ありがとうございます。